ほっ。その生涯刀のように流麗なること、文化武人の鏡なり、天下御免の歌舞伎者、前田慶次。わしが天下御免の歌舞伎者、前田慶次。いや、拙者神戸佐隊和之助。我は名古屋おもてなし武将隊。はあ、さあ、みなみな、改めて、しかしながらもう一度こちらへ参ろうか。ここは決闘は通るやもしれんね、みな。よいしょ。ゆいか、もう一度こっちに来るやもんじゃ、さよ。今現在、名古屋城は、こちら、右手方を見てもらうと、再建であったり、工事をしたさなかでござるために、頻繁に鉄かご自動車なるものがな、通るがために、みなできるだけ邪魔にならんようになりたしてほしい。さあ、では、切り替えて、改めて我らが名古屋おもてなし武将隊じゃ。なんじゃ、わしのかっこよさに動揺してしまったか。さあ、改めてな、こたびはわし、前田慶次、友足軽陣活隊の和之助を2名にて出陣いたした。我らがこと初めて見たよというものはあるか。初めて見たよ。一回手を挙げて下ろしよったな。よいぞ、挙げとったな。では、和之助瓦版をな、配ってやれな。はっ。ちなみに、主たちはどっから参ったのじゃ。江戸から。はるばる江戸からよく参った。初めて名古屋城に参ったか。初めてか。今まで何をしておったのじゃ。もう一度早く来てちょうよ。そこはな、楽しんどるか。名古屋は。ほうかほうか。姫たちはどっから参ったのじゃ。おう、河内から。江戸と河内の方からよく来てくれた。他にも違う土地から来たよというものはおるか。姫はどこじゃ。神戸。播磨の国から。機内の方からありがとうさんじゃ。互いにな、この名古屋が中心であるわけじゃな。かつてこの名古屋城も機内と江戸を結ぶ拠点でござったし、知っておるかな、大坂の陣というものがな、乱世の最後に行われた戦でござるが、それに向けて築城されたのがこの名古屋城でござる。故に江戸の民にとっても機内の民にとっても非常に歴史的に意味のある場所、それがこの尾張名古屋でござる。今現在は名古屋御所を筆頭に多くの者が観光に訪れるわけじゃが、この名古屋城、我らを目的に来たよというもの、全員払うんじゃないか。はぁ、じゃないか。なんか好きな聞いたせ、そこは。まだまだにございました。アホじゃな。まだまだということで、我々全国津々浦々、果ては異国の地にまで参って、名古屋の周知をいたして、日の本を、いや世界一の観光都市にするべく戦っておる。我らはこの名古屋城を拠点にいたしておるが、テレビやラジオのレギュラー戦でござったり、江戸の地に参ったり、播磨に行ったり、河内に行ったりと、演舞といったパフォーマンスも披露する次第でござる。詳しくは我らが電子日記帳瓦版の方にな、我らがブログが記載されているので、そちらの方を読んでもらいたいと思っておる。さあ、ではここからは港交流を図るべく写真撮影の対応いたしてまいる。異国のものもな、撮りたいとは思うておるが、我らと旅の記念に写真を撮ったらば、ぜひとも全世界に拡散のほのよろしゅう頼むの。では和之助や出陣してまいろうか。はっ。皆に時の声の案内をしてやれ。はっ。さあ、それではこれよりは出陣の儀、時の声を上げてまいります。前田慶次様のいざ出陣の声に続き、皆様方は王と右の拳を上げてくださりませ。それではお願いいたします。では分かったな。拳を掲げよう。小さな姫君もな、やってまいろうか。無論声を出しておらんかったらやり直すからな。大きな声を出してくれ。では参るぞ。いざ出陣。あ、真ん
仲良かったが両翼が出しておらんかったな。今一度参ろう。拳を掲げよう。では参るぞ。いざ出陣。おお、大義であった愛国の者や、互いに拍手じゃ。よう来てくれた。ではここからはわしと写真を撮る刻を設けてまいる。撮りたき者は我らに声掛けをいたしてまいれ。では和之助参ろうか。はっ。さあ、それでは名古屋城へ参った記念に。